ジアップスプラトこの番組はチャンネル銀河 MTV 他の提供でお送りいたします。Gアップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの山本梨沙と宮尾レイでお送りいたします。レイちゃんお久しぶりです。お久しぶりです。以前はねセントフォースカレッジの方でご一緒して。そうなんですよ、2月以来ですかね、会うのは。そうですね、本当に久々ですね。久々だねって言った方がいいね。そうね。すぐね敬語が出てきちゃうんですけど、はい、頑張ります。今日の課題はねどんだけ仲良くなれるかね。そう、そうね、もうリサちゃんとマブダチになっちゃうんで、いいね、仲の良さを皆さんに見せつけて頑張ります。頑張ります。同年代なんで、はい、同期で、はい、さて前回は西村加代子さんと田崎さくらさんで食欲の秋という食欲の秋ということで、はい、おすすめの芋栗軟禁を紹介していましたが、はい、れいちゃんは何か秋といえば食べたいものありますか？やっぱり加代子さんも紹介してたんですけど、うん、やっぱモンブランはやっぱ惹かれちゃいますよね。そうね、栗好きなんで。めっちゃ好き。私もあのお母さんが作ってくれる栗ご飯が、あ、いいですね、栗ご飯。あ、私も食べたくなってきた。いいな、お腹なっちゃうね。なっちゃう。あのれいちゃんの、はい、私インスタをしょっちゅう見てるんですけど。ありがとうございます。あんま更新してないけど。皆さん見てますか、れいちゃんが前撮りのね成人式の前撮りの写真を載せていて、はい、すっごく素敵でした。ありがとうございます。あの振袖は自分で選んだんですか？そうですね、母親と選びに行って、うんうん、やっぱり赤の方が映えるんじゃないかと、うんうん、王道の赤を選ばせていただきました。れいちゃんの雰囲気にもぴったりだった。あ、もうそんなに褒めてくれるんですか、うん、くれるの？ここでね。そう、ここくれるの？まあね、私のね話はいいんですよ、うん、それより、うんうん、りさちゃんは髪をどうしました？はい、切りましたよね。どうしましたってね。切りました。それはなんで切ったんですか、はい、今回。やっぱ失恋かな。絶対嘘だけど。切ったり知りたいね。そうですね、うん、私ヘアアレンジとか不器用なんですごく苦手なんですよ、うんうん、でやっぱ髪の毛が長いと、うん、やっぱ湿気とかもあるし、あの癖っ気っていうのもあって、はいはい、わーってなっちゃうんですよね。なのでそれをどうしても防ぎたくて、うん、あの髪を切ったら辛抱強くヘアアイロンを通そうと思って、うん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 、はい、今この髪型になりました、はい、どうですか？はい、あ、すっごい似合ってます。私リサちゃんが髪切りましたっていうインスタのストーリー上げて、うんうん、あのついあの DM 送っちゃったんですよね。た。そうなの。切った。ファンみたいに、うん、え、すごい似合ってるみたいな。ログも似合ってたけど、すごいこっちショートもすごい似合うねってあの DM 送っちゃって、真似しちゃったって。嘘。憧れちゃって。嘘。嘘じゃないですね。本当に。宮尾さんどうして髪、宮尾さんもショートカットですよね。はい、私は大学1年生になってちょっとしてなんか、うんうん、私もヘアアレンジができなくて、うんうん、アイロンで巻くの難しくないですか？難しい、うん、じゃない。難しいから、うんうん、それで自分でなんか切りたいな、うん、切ろうって思って美容院に特にプランも立てずに行って、うん、なんか美容師さんと相談して、じゃあ切っちゃいましょうかみたいな。おそれで切りました。あ、じゃあ結構勢いで切っちゃったってこと？結構勢いですね。そうなんだ。そう、なんか結構失恋できるって言うじゃないですか。あれ、嘘ですからね。あ、嘘なの？嘘です。あ、そうなんだ。そう、あん、うん、ないですよね、あんま。そうね、失恋したから髪切ろっかなみたいな。ただでも失恋って言うとみんな笑ってくれる。うん、確かに。そう、そうそうそう、もう一瞬回ってなさすぎて笑うよね。なんかそうね。いや、またまたっ て, 言ってっていうような感じで。そうなんですね。いいですね、髪もね短くてね、うんうん、山本が2回切ってますかね、ここに来るまでにね。そうですね。2回短く切ってますよね。どうして物足りなくて。あ、短さが1ヶ月で結構伸びてきちゃって、はい、でもっと切りたい
いと思って、ね、行っちゃいました、ね、うん、もっと切ってくださいって言って、ショートだと結構伸びるの早いから、はい、そうすごい気になるんだよね、なんかまた切りたいって思っちゃって、ね、だから多分次回くらいにはリサちゃん私くらいの髪どんどん短くなってレイちゃんより短くなっちゃうかもね、もしかしたらそうかもしれない。なるほどね、面白いですね、はい、そんな風にね、例えばレイちゃんあの、うん、モバック、モバイル空間統計の動画に出演されてて、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ 見ました、それもちゃっかり、ありがとうございます。どんな感じなんですか？あれは結構私は普段落ち着いてるねって結構言われることが多かったので、今回は学生らしくちょっとはっちゃけて、うん、自分のアピールできるように頑張りました。すごいよねあれ、人口のね、そう、なんかどこに人が多いのかみたいなのが分かるから、うん、結構皆さんお出かけする際なんかも使えるのかなって思うので、うん、ちゃっかりPR してますけど、カイソさん見ました？見ましたよ、あのね最後のね、はい、あのワンシーンがね、うん、すごいあの宮尾さんの意外な、あ、こういう可愛らしい一面が、ね、あるんだなと、うん、もうなんかね、すごい雰囲気がね、なんかね80年代っぽい確かに、あの言いたいこと分かります。なんかね、はい、あのすごいナレーターもね、うん、やってね、うん、自分でね、で話しててっていうね、可愛さアピールがすごいなと。そう、なんか撮影の現場が、うん、あの暖かかったので、あ、なるほど、すごいやりやすかったね、やりやすかったですね。あ、いいですね。まあ、内容は今言わないでおくけど、はい、まあ、まだ見てない方はもう絶対キュンってなるんで見てください。あの惚れます。あ、嘘、今日ずっと嘘って言っちゃってる本当だからね全部でそれリサちゃんは、はい、あれじゃないですか、自衛隊の、うんうん、あれは体験をしに行ったんですか？そうです、1日入隊体験ということで行かせていただいて、まあ、いろんな職業のお話を聞いたんですけど、はい、あのフライトシミュレーターとかもやらせていただいて、気づいたら私海から30メートルぐらいのとこ飛んでたらしくて、はい、危ない、蛍光灯みたいな、蛍光灯じゃなくて警告灯みたいな出てるのなんかビービービーみたいな音、それ出なかったので気づかなかったんですけど、うん、あの慣れてらっしゃる自衛隊の方が、はい、ちょっと高度がってつぶやいたんですよで何があったんだろうと思ったら、隣に座ってたあの機長の方が、ちょっと30メートルぐらい飛んでますね、これ墜落しますわとか言って、着水しちゃいますもんね、ギューンって上げました急に急にそれはそれで心配になるけどまあでも墜落するよりは全然いいですよ ね、 そうですね、飛んでるからね、行ったきっかけが面白い、なんかミスコンのお家としてなんか行って、そうなんです、あの、うん、そういう案件をいただいて、なるほど、はい、やっぱ自衛隊も、うん、あのやっぱ命をかけて日本を守ってくださってる方々ということで、やっぱ広めようって今 PR 活動をしていて、ういう私も力を、ね、少しでもお貸しできたらなと思い、はい、やらせていただきました、ね、あのインスタグラムでしたっけ、写真がね、はい、ちょうどその飛行機が飛んでるところで、そうなんです、ね、うんうん、いいタイミングでね元気を映ってる写真なんで、はい、そうチェックね、はい、してほしいですね、はい、とってもいい写真でしたから、あれよかったです、うん、もうリサちゃんの良さあなんだろう、元気いっぱいさがパッと出てて嘘で返された。いや本当ハツラツしてね、そうハツラツとしてて、はい、いやいいなと思いましたよ、あ、よかったですよね、ハツラツとしたね、いやモーさんが見れるということ、そう、はい、インスタグラム要チェックですね、はい、はいはい、でもね今夜はねどんなあれですか、あの題目というかね、はい、ありますよね、はい、今夜のマイプレゼンテーションは東邦学園生徒 OB さん代表制作による朗読劇を私たちが演じます。はい、楽しみですね、はい、これなかなかね初、宮尾さんは初の、はい、演技ということですよね、はい、ドキドキですね、なるほどね、ドキドキでございます、ドキドキですよ、はっちゃけちゃいましょうね、頑張ります、はい、また G アップナンバーズや G アップディクショナリーと盛りだくさんの内容です。今夜もイッツコムスタジオタマプラーザから生放送でお届けいたします。それでは今夜のオープニングナンバー、生き物がかりのハッピースマイルアゲインをお聞きください。
届けした曲は私山本梨沙が選曲しました、生き物がかりでハッピースマイルアゲインでした。今夜も始まりました G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指してさまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブでも同時に配信中です。またスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-sarus.jp msg@fm-sarus.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームから、イッツコムチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージをお送りいただけます。はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。ラジオネームなめろうさん、りささん、れいさん、スタッフの皆さん、こんばんみー。こんばんみー。こんばんみー。スプラウトメンバーの中でもショートヘアのお二人が揃って出演されるのってちょっと新鮮ですよね。そうですね、間違いない。さて今夜はリスナーの皆さんお待ちかねの朗読劇ですね。りささんは少しだけお久しぶりですが朗読劇も2回目ということですから余裕を持って楽しんで演じてくださいね。はい、頑張ります。一方レイさんは朗読劇は初めてということですが緊張感は一旦パイソンさんに預かってもらって肩の力を抜いてまずは楽しみましょう。はい、ありがとうございます。雨降りの寒い夜ですからお二人のハートウォーミングな演技を期待していますということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、確かにショートカットのね、あの珍しいですよね、スプラウトメンバーでね。はい、そう、今までいなくて、まあ、そう、今元気でいないですね。過去にはね、あの下津理恵さんとかショートカットの子いましたけども、いや確かに珍しいなっていうのは、だから2人の、ね、共通項っていうのはね、うん、ショートカットっていうところですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて紹介します。はい、イサムンさんからいただきました。ありがとうございます。リサさん、レイさん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。こんばんは。リサさん、今日の進行楽しんでいきましょう。はい、朗読劇は2人とも清楚なイメージなのでイメージが壊れるくらいの役を見てみたいです。楽しみにしています。ちょっと壊していきましょうね。壊しましょうか。壊れるかな。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてラジオネーム若宮大地さん、はい、山本リサさんと宮尾玲さんと天の声パイソンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。毎週 G アップスプラウトを見てます。2年生コンビ朗読劇楽しみですということです。そう、ね、2年生だもんね、うん、2人ともね、そういえばね。そうなんですよ、そういう共通点がありまして。発見できますね、共通点。そう、意外とあるんですよ。マブダチですからね。そう、マブだから。マブダチ。続いて紹介します。はい、ラジオネーム哲也さんからいただきました。はい、はい、リサさん、レイさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は天然キャラが可愛いリサさんにしっかり者キャラのレイさんのコンビです。楽しみにしています、はい、ということです。なるほど、ね、本当ですか。私しっかり者ですかね。しっかり者です。いや、ね、モバクでいろんなね、あの一面も見れるから、ね、はい、しっかり者もね、それでね、今日の番組とモバクでひっくり返してもらえればお願いします。お願いします。はい、ラジオネームタカさん、リサちゃんの出演してるリゼクリニックの CM 素敵でした。お、リゼクリニック、見てくださったんですね。うん、あのこの間のね、はい、先週出た西村さん、うん、かよこさんもね、うん、あのリゼの CM ね、今週の月日からでしたね。そうですね、出るということ。山本さんもね出てる。そうなんですよ、実は実は羽生やしてましたよね、まつげに。そうなんです、左目から白い羽生えてて、うん、はいはいはい、飛べそうでした。飛べそうだった。まばたきで。あれ2週間だっけ、なんか関東と関東と関西で流れてますね。なるほどね、はい、ちょっとチェックできる方はね、はい、楽しみにしていただいて、うん、見つけてみてください。はい、はいはい、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。
今夜も番組スタッフパイソンさんが早口言葉を作ってきてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみですね。はい、ではこちらにございますので、はい、れいちゃんは早口言葉得意でしたよね。いや得意じゃないです得意でしょ。いや得意じゃない。多分私ここの企画であんま成功したことないんじゃないかってぐらい、ダメダメなんですけど。じゃあ今夜こそですね。はい成功させて。じゃあ今お願いします、はい、とりあえずゆっくり読んでみたいと思います。はい。隣の客は汗かきかきかくかき食う客だを3回ということです。これ難しくないですか。いや何スキルアップできる番組ですからね。こんなのは余裕なはずなのそうですね。ちょっとドキドキしてきたやるしかないですよ。プレッシャーかけてるよ今やだね、はい、行きますか。そうそう、はい、行きましょうか。行きましょう。じゃあまずは私から行きますので、れいちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう、はい、頑張りましょう。ミュージックスタート。あ始まりますね。あやばい、ね、来る。これ、ねまだね、これいつも迷うタイミング、ね、そうタイミング難しい。隣の客だからね。行きます。はい頑張って。隣の客は汗かきかき食うかき食う客だ。隣の客は汗かきかきかくかき食う客だ。隣の客は汗かきかきかくかき食う客だ。おえすごくない、これについて宮尾さんも頑張って、せーの。隣の客は汗かきかき食うかき客だ。隣の客は汗かきかきどうした、なんかラップみたいになってないちょっと最大丈夫ダメですね今。そうちょうど今日出かける前にアニメでラップのアニメ見ちゃってちょっと気づられちゃいました。リリック刻んじゃいましたね。ごめんなさい。なんかね言いたいことがあるんだね。衝動的な衝動的なね何かがねあったんだろうね。隣の客に何か言いたかったんだろうね。そうなんですよね。よしとしましょう。ありがとうございますじゃあリサちゃんが完璧すぎましたね。いやすごい綺麗にね綺麗です。どうですか。さすが勢いで勢いで、はい、勢いでね、見習いたい。やっぱ見習いたいですね。飛行機運転できるからありますねさすがね。さすがです。はい、はい、じゃあ、ね、今の早口言葉でウォーミングアップできたのでこのままマイプレゼンテーションに行きましょう。今週のテーマは朗読劇。毎月第3週目はリスナーの皆さんお待ちかねの東邦学園生徒 OB さん制作台本による朗読劇を披露いたします。はい、れいちゃん初めてですね。はい、ちょっとドキドキですね、はい、しかも今回役がね私らしくないと言いますか私らしくない、私いい意味で、まあ、いい意味でね、はい、宮尾さんっていうのを覆す。そうなんですよ、ね、会としてね、はい、頑張っていきたい。素晴らしい役ですけど、演技の経験っていうのはいやありませんよ。本当ですか。なんか本当です。昔ちょっと習ってたみたいな。あ本当にないです。はい、もうど素人なので。児童劇団にいたとかそれないまさか。ありませんよ。実は。隠れた兄のオーディションを受けたとか。小出しにしていくスタイルで。ないという話でございますね。はい。はい。では早速今回の朗読劇のタイトルと作者をご紹介します。はい。朗読劇のタイトルはハロウィンの夜にです。作者は秋葉優奈さん、東邦学園映画専門学校小説創作科2年生です。失礼しました、うん、最近の秋葉さんはハロウィンが近いということで仮装というかコスプレをしてみたいそうです。なるほどね、してみたい。コスプレしたことあります。いや幼少期はありますけど、うん、大学生になってはないですね確かにしたいかも私去年したんですけど、ダルメシアンのワンピース着たんですけど、めちゃめちゃ牛って言われました紙一重ですかね。そうですね。秋葉さんといえばね、最近こうあの朗読劇の台本もね、はい、先月続いていろいろとやっていただいてますので、うん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 、またねどんな作品になるかすごい楽しみです、ね、はい、楽しみです。はい、ではれいちゃんが演じる登場人物を紹介してください。はい、私宮尾れいが演じるのはかぼちゃ畑の幼い妖精チャチャです。 はい、お菓子が好きで、うん、普段は畑をさまよっているんですけど、うん、人には見えません、うん、ハロウィンの夜だけは子供の姿になることができて人にも見えます。そして元気がいっぱいなんですね、うんうん、ではりさちゃんが演じるのは。はい、私山本りさが演じるのは25歳の OL 沢村りさです。私と同じ名前なんですよね、うん、
リサは会社勤めの OL で仕事に疲れています。あまり今の会社を気に入っていないが転職する気も起きずため息のつく毎日を過ごしているということです。なるほどね。そんな2人が、ね、どんな風になるんですかね、これね。はい、はい、では私からあらすじを紹介しますね。はい、はい、突然リサの家に小さな子供がやってきます、はい、でお菓子くれなきゃいたずらするぞと言われ今日がハロウィンだと思い出します、はい、で見たこともない子供だったため名前を尋ねると、うん、子供はチャチャと名乗ります、うん、でリサからお菓子をもらって喜ぶチャチャなんですけれども、はい、リサの元気がない様子を見て気にかけるチャチャがある行動を起こしていきます。注目ですね、はい、はい、すごい楽しみですね。まあね、さっき言ってましたけどもね、まさかチャチャをっていう名前のね演じるということで、私がチャチャですから、ね、いいと思います、はい、いいですか、ね、うん名前、そのリサちゃんはね OL で、 OL ね、いいですよね、はい、またこうギャップがねちょっとキャスト的なね、はい、これもなんか楽しみ、キャストがね意外性があるのかなって思いながらお姉さんになっちゃいます。お姉さん、あ、楽しみですね、はい、頑張っていきましょう、はい、はい、ではいきます。それでは朗読劇開演します。あー疲れた。ご飯食べてお風呂入らなきゃ。明日も仕事だし。あー仕事行きたくないな。なんであの会社入ったんだろう。ん？誰？宅配じゃないよね。10時だし。はい、どちら様って子供。お菓子くれなきゃいたずらするぞ。え？お菓子くれなきゃいたずらするぞ。お菓子？お菓子ないの？え、あるよ。確かカバンの中に、あ、ほらあった。はい、こんなのしかなくてごめんね。クッキーだ、ありがとう。そっか、今日ハロウィンか。ねえ、お名前なんていうの？チャチャだよ。お姉ちゃんは？私はリサ。リサちゃん。うん。チャチャくん？うん、うん。チャチャ。チャチャだけでいいの。チャチャ、いい名前だね。ねえ。チャチャはみんなからそう呼ばれてるの？うん、うん。みんなじゃないよ。おじいちゃんだけ。おじいちゃんと暮らしてるってこと？うん。そっか。リサちゃん元気ないね。え？何かあったの？お話聞いてあげよっか。いや大丈夫だよ。でもリサちゃん困ってるでしょ？困ってる？まあ確かにそうかもしれないけど。何に困ってるの？あのね、お姉ちゃんね、お仕事疲れちゃったの。毎日あんまり楽しくないなって思ってるんだけど、どうしようもないよね。あの会社入りたいって言ったの自分だもん。最初は楽しかったんだけど。で、ごめんね、わかんないよね。忘れていいよ。ん？どうしたの？ちゃちゃ？お姉ちゃん、一緒にお外行こう。え？何？ちょっと待って。ちゃちゃ、帰らなくていいの？もう遅いよ。いいの。リサちゃんに元気になってほしいんだもん。ありがとね。あ、見て、おっきいかぼちゃ。ほんとだ、おっきいね。あれね、僕のお家で採れたの。僕のお家？お家、農家さんなの？うん、僕のお家で採れたの。農家って言ってもまだわかんないよね。そっか、チャチャのお家で撮れたんだ。うん。あ、見て、魔女さん。ほんとだ、お空飛んでるね。飛んでる。こんな飾られてるなんて気づかなかったな。
いつも通ってる道なのに。ねえリサちゃん楽しい？え？うん楽しいよ。連れてきてくれてありがとね。へえ。ねえちゃちゃそろそろ帰ろっか、もう遅いから。うん。お家までお姉ちゃんと一緒に行こう。うん。また遊ぼうね。え、いいの？うん、いいよ。またおいで。やったー。じゃあ手つなごっか。迷子になっちゃうと困るから。うん。ここがお家？うん。かぼちゃ畑だけど。僕、かぼちゃの妖精さんなの。え？ごめんなさい。いや、ちょっと待って。僕ね、いつもここにいるんだよ。でも、いつもは見えないの。ハロウィンの夜だけ見えるってこと？うん。本当に妖精なの？うん。内緒にしててごめんなさい。いや、それはいいんだけど。そろそろ行かなきゃ。え？もう見えなくなっちゃう。え、ちょっと。バイバイ。チャチャ？かぼちゃ畑に足を踏み入れたチャチャの姿は闇に溶けるようにして消えていった。後に残ったのはただの暗いかぼちゃ畑だけ。ねえチャチャ、また来年もおいで。ハロウィンの日くらい楽しい一日にしたいから、また外に連れて行ってよ。待ってるからね。かぼちゃ畑に向かってそう言うと、えへへと笑うチャチャの声が聞こえた気がした。ということで、はい、どうでした？あ、結構楽しく演じきれたんじゃないかなって思います。ね、はい、あの皆さんがねどう感じてらっしゃるか気になるところですけれども、はいはい、メダメロさんからはね、はい、来年遊べるといいなってそうね、来年も会いたいな。あとね、かーくんさんはね、お二人ね小さい時に児童劇団に入ったと思うくらい演技お上手で、いや本当にお上手なんだから今日ね、あのあれですもんね、あの山本さんはね、はい、あのこの役に、ね、演じきるためにね、ちょっとデニーのアプローチで5キロくらい痩せてたね5キロ、それは心配だな、疲れてるっていうね、そうなんです、デニーのアプローチをしてきたそういう役ではないです、ね、そういうことはしなかったですそれ心配になりますね。どうでした演じてみて？結構顔は熱くなりましたけど、うん、5歳ぐらい、私は5歳のイメージでチャチャを演じたんですけど、から破れました。破れたかなあ、でもちょっとね、自分を頑張って振り切るっていう感じで頑張って演じてみました。台本にもね、うん、ちょっとねここでこういう風にやるみたいな、オレンジのペンで書いてあったりしてるね意識ちゃんとしてね、はい、頑張って。なるほど、はい、山本さんどうですか？こう、あ、私は登場人物の名前がリサだったので、うん、もう完全に自分のことのようにお話ししてました、はい、え、すっごい上手だったな。いやいやいや、本当にこれは、本当ですか？マジでマジで、ちょっとお姉さんになろうと思って、お姉さんになろうと、ね、髪も短くたしね、はい、はい、ね、それだからね、こうやってね朗読演じられるのも、ね、はい、やっぱね東学園さんのね、こう台本のおかげですね、ありがとうございます、ありがとうございます。またね来週もね、どういう朗読が楽しみですよね。はいはい、リスナーの皆さん、東邦学園生徒 OB さん、台本制作による朗読劇はいかがでしたでしょうか？ぜひ感想などを送っていただけると嬉しいです。次回の朗読劇もお楽しみに。
それではここでテイラー・スウィフトのカーディガンをお聞きください。お届けした曲は10月の MTV マンスリーリコメンドアーティストテイラー・スウィフトでカーディガンでした。Gアップナンバーズ。才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです。そこでこのビンゴマシーンに運命を任せ、出た数字でトークしていきます。ではれいちゃん、今夜のお題を紹介してください。はい、1、10、15、21、31です。で、当たりは私たちのツーショットチェキをリスナーにプレゼントいたします。それでは早速、れいちゃん、ビンゴマシーンを回しましょう。はい、
じゃあいきます。はい、出ました。何でしょうか。1です。お、1ですね。はい、数字どんなね、1番の話を教えていただきたいですけども。じゃあ1っていうと、うん、やっぱりもう1年も終わるじゃないですか、うん、で、ね、早いって。そうなんですよ。まあね、で私1年前頃 の、はい、あのカレンダー、自分の予定表アプリ入れてて、うん、でカレンダーをその見返してたんですよ、はい、そしたらすごい予定がぎっしりで、うん、もう暇な日がなかったんですよ、うん、で今の生活してからしたら考えられなくて、で去年の今頃っていうとちょうどミスコンのリハーサルが始まったりしてて、ちょうど佳境の日々だったんですね、10月って。だからその去年の自分ってすごいなっていうのを改めて思って、もう今月私もう3回人と会っただけで、いや今月すごい私頑張ってるなって思ってたんですよ。ちょっと日にならないですね。そう、日にならない。毎日人と会ってたんで、うんうんうん、だから去年の自分すごいなって、あの1年前を思い出して感じておりました。なるほど、ね。はい、1年、まあ、ミスコンやって、なんか自分はこう変われたなみたいなところありますか。なんでしょうね、でも、うん、やっぱりミスコン出てなかったら私普段人とそんなに会わないので、うん、友達交友関係が狭いので、うん、だからミスコンがなかったら多分あの2年生になって大学の友達と全然会ってなかったと思います。ただでさえそんなに会えてないのに、うんうんうん、本当にだから去年の1年間の頑張り、自分の頑張りに感謝です、うん、今の自分が。良かったですね。本当に良かったです。いい話でございましたね。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてリサちゃん。私頑張ります。はい、いきます。はい、あ、これ、はい、ちょっと1と混ざっちゃうかな。あ、はい、当たりだ。あ、当たり出ました。当たりです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、当たりが出ましたので、はい、チェキをですねプレゼントします。サイン入りでございますよ。これでまた番組の公式ツイッターでお知らせしますので、はい、ぜひ皆さん応募方法ね確認してくださいね。はい、はい、何番にしますか。何番にしようかな。何番がいいの。やりたいとかあります。31以外だ。以外じゃあ31とか言ったら意地悪だから。じゃあ、じゃあ 10で 10、はいはい、10といえば、うん、まあ、10月ですよね。 10月、はい、10月といえば秋、うん、秋、うん、ということで、でも10月はスポーツの秋ということもありまして、あの1966年に体育の日が制定された当初、うんうんうん、まあ、10月10日が体育の日だったということで、ね、今私がやってるスポーツの話をしようと思います。今やってるスポーツですか。はい、あの毎週金曜日に私地元のゴムバレーボールチームに所属してまして、うん、はい、あのって言ってもあの地域で楽しむバレーボールなんですけど、はいはい、家族でやってて、はい、でそのゴムバレーボールっていうのが千葉市にしかないらしいんですけど、うん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 、あの9人制なんですよ。でやっぱバレーボールっていうと6人制でもうビシバシやるイメージがあると思うんですけど、うんね、9人制男女混合で、うん、あの老若男女楽しめるスポーツなので、うん、幅広い年代でみんな集まって交流してるって感じなんですね。うん、でも男性はもうバーンって打ってきたりして、うん、私はもうそのすごい速い球をポンって取れたりもするし、落ちそうになってるボール飛び込めたりもするので、すごくいい運動にもなるし楽しいし、地域の方と交流できるいいことしかないんです。やっぱゴムのボールだから柔らかいの、こう当たっても痛くないみたいな。あ、全然痛くないです。ただソフトバレーボールとは違ってもう本当に真っ白のただのゴムのバレーボールなんですよ。リサちゃんさすがですね。私も本当はスポーツの秋ですねって最初お話ししようと思ったんだけど、はい、やっぱりリサちゃん運動のイメージだから譲ってくれた。よかった、10番って言って本当に。でもね、運動ね、あの、うん、ハンドボール部でしたからね、そうですね、元々が中高とやってらっしゃったんですよね、うん、はい、そういう意味ではね、今でも運動続けてたらいいことですね。そうですね、うんうん、なかなかやる機会もないですもんね。本当にそうなんですよね。うん、いやね、いろんなお話聞けましたね。はい、はい、楽しかったですね、 G アップナンバーズ。はい、リスナーの皆さん、私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。それではここでメーガントレーナーのオールアバウトダットバスをお聞きください。
お届けした曲は私宮尾玲が選曲しました。メーガントレーナーでオールアバウトザットバスでした。Gアップディクショナリー。アナウンサーのスキルアップとして言葉の意味を理解しないといけませんね、はい、そこで山本さん、宮尾さんには辞書の言葉からクイズを3問出します、はい、秋に関する言葉をですね出しますよ、はい、ヒントはですね3つ言いますので1つの言葉にですね、はい、分かった時点で早押しボタンを押してくださいね。出しますよ、はい、でお手つきは何度してもいいです。おお、嬉しい、はい、やった、ね、思い切って答えていただきたいんですが、はい、もう罰ゲームなど気にしないでね思い切り答えてください。罰ゲームはモノマネになっておりますので、罰ゲームだ、はい、では第1問Gアップディクショナリー。ヒント1、草食動物。うん、ヒント2、よく走ります。お、山本さん早かった。馬。お違う。お、山本さんどうぞ。え、ダメ。え、もう一回いいですよ。あ、ヒント3、ヒント3、ヒント3いきますよ。ヒント3、いいよ耳が長い。え、耳が長いはい、山本さん、キリン。首耳が長い。耳が長いですよ。耳が長い。秋です、秋。うさぎ。なるほど、そうですよ、耳が長いのでなるほど、ヒントさんも欲しかったのかなって答えられた。キリンは首が長いですからね。そうです、耳も長いかもしれないけどはい、ということで正解はうさぎでございました。はい、はい、続いて第2問いきます。はい、リアップディクショナリー。ヒント1、活動を休止している状態のことを表します。うん、ヒント2、意識は停止しているが容易に覚醒しうる状態です。ヒント3、お、冬眠。冬眠、冬眠、冬眠、あ、惜しい。冬眠じゃないですよ。人間で言うとそれは何て言いますか。お、睡眠。睡眠もう終わっちゃったうわ、もう2問で、なんと2問でまさかの選手2問取りました。ということでね、うん、今回勝ったのは2問選手は山本さんです。イエイ。ということでですね、こちらの惜しくも負けてしまった宮尾さんには、はい、罰ゲームということでモノマネを披露していただきます。はい、何の私、うん、ハリーポッターシリーズでまた行きます。はい、で、はい、秘密の部屋で、うんうん、あの日記に入り込んじゃう時に、うん、ハリーが戻ってくる時のシーン、うん、お、わかりますかね。はい、いきます。じゃあね、カメラに向かってね、思いっきりモノマネを、はい、どうぞ。ハーグリッドー確かにあった、ありますよ、覚えてる、うん、よかった、通じて、なるほどね、ハリーっぽいね、ハリーっぽい。今日はね、妖精とね、魔法使いと何でもいけますよ、何でもいけま す、ね、いけます。ということで、山本さんと皆さん、これで言葉の意味をよく理解できましたね。はい、それでは次回の G アップディクショナリーもお楽しみに。それではここで鈴木蘭蘭の泣かない添えをお聞きください。
今夜のラストナンバー鈴木蘭蘭で泣かないぞえでした。れいちゃん今夜も楽しかったですね。はい、楽しかったです。いや、りさちゃんとずっと共演したかったので、はい、今回共演できてとっても嬉しかったです。私も嬉しかったです。やったまあ、ね、嬉しいね。続きで言うとね、はい、あの今日の今朝のね、はい、サタオルであのレポーターがねあの復活しましたよ、はい、ね、でなんとね、あのスプラウトメンバーの村木さんがね1回目復活1回目の、はい、あのレポーターとしてね活躍させていただいてしていましたけども、はい、ね、なんか山本さんもねあのメンバーに入ってるんですね、レポーターの。実は、はい、ちゃっかりレポーターのメンバーにちゃっかり入ってる加わせていただいて、うん、またいつか出演する機会があると思うので、うん、はい、お楽しみに、ね、サタオルもね楽しみです、はい、いつできるかちょっと楽しみですね、本当に、はいはい、あ、楽しみ、はい、うん、ではそろそろ お別れのお時間ですね。皆さん、この番組には公式ツイッターがあります。私たちスプラウトメンバーもつぶやいていますので、ぜひフォローしてくださいね。来週の出演者もツイッターでお知らせします。アカウントはアットマーク G アップスプラウト。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してみてください。はい、ということでね、もう寒くなってね、そうですね、今日ね、ここで冷え込みました。ね、秋のね装いからなかなかコートも着て出したりされました。しました。今日初です、初出しです、はい、コートさすがにまずいと思って、ね、まずいと思って、はい、出しましたよ。結構分厚いの出しましたよね。そう、なんか本当に今日寒いですよね、うん、寒い。そう、今日はね気温がね13度は14度ぐらいのね気温になっておりますからね、はい、まあね体の体調もねぎゅっと ねちょっと気温差で変わってくれますからね、はい、気をつけていただきですけどね。ただね、着込むっていうのはねおしゃれも楽しむ、うん、それ大事、大事ですよね、うん、特にね女性はね、はい、今でしかできないファッションもいろいろありますから、そうですね、とても楽しみでございますね。はい、はい、はい、ということで今夜のお相手はセントフォーススプラウトの山本梨沙と宮織でした。それでは皆さん、さようなら。